谷、ご意見ございますか。はい、気象庁副委員長。本日の委員会の冒頭にですね、委員長から理事会の情報の取り扱いについて注意のあったところであります。7月8日の非公開である理事会の資料会議内容が外部に漏洩をしました。その議論の一部がですね、切り取られ、週刊誌などで変更報道がされたことは誠に遺憾であります。改めて我が会派の主張をここで申し上げておきたいと思います。当該の理事会では人事課の行った調査資料については7つの疑惑に直接関与するものに限定し、その他の資料は提出を求めないことが決定されたところであります。もちろん我々には当該資料は一切提供されておらず、そもそもどのような内容の資料かなど一切知り得ない立場にありました。したがって内容を確認しなければ疑惑に関するものなのか、プライバシーに関するものなのか全くわからない状況にあったところであります。プライバシーに対する配慮は理解すると申し上げている通りでありますから、明らかにプライバシーに関する資料を除外した上で、今回の調査に必要な資料なのか不要なのかわからないものについては確認をしたい、そういったことから開示を求めたものであります。今後調査に必要な資料が出てきた場合は、その都度開示を求めてまいりたいと思います。このことは真相解明に必要なものと考えております。次に SNS、 最近の SNS 等で渡瀬氏が亡くなる直前に県議会議員と電話をしていたとされる書き込みが多くあることを側聞しました。またその県議が私であるとの書き込みも多くあったとのことであります。私は過去に渡瀬氏と会合などでお会いしたことは ありますが、個人的な接触は一切なく、携帯電話の番号も知りませんし、お話しするような間柄ではありませんでした。全くの事実誤認であります。そもそもこれらの情報こそが特定された関係者にしか知り得ないプライバシーに関わる情報のはずであります。渡瀬氏が最後に県議と電話をした事実があったのかなかったのか、あったとすればそのような事実がなぜ明らかになったのか、そのことの方が大いに問題であると私は考えております。万が一党委員会の委員や県議が今回の一連の問題で渡瀬氏と接触していた事実があるのであれば、良識を持ってこの場で申告をしていただきたいと思います。一連の報道があって以降、我が会派や我が会派の議員に誹謗中傷を内容とするメール等が多くあります。中には私に成りすまし、複数の風俗サイトに登録するなど看過できない状況にあります。心ない一部の人間によると思いますが、許しがたい行為であります。また最後に委員長にも一言申し上げたいと思います。先日渡瀬氏死亡に関する報道に関し、奥谷委員長から私の名誉を傷つける発言がありました。私はその場で取り消しを求めましたが、抗議でも何でもどうぞという発言がありましたので、ここにこの場を借りて抗議と取り消しを申し上げたいと思います。以上です。はい、ありがとうございました。整理します。何でしたっけ、渡瀬氏と接触した方がいればこの場で、名乗り出ろということですか。わかりました。本件、本委員会とはちょっと関係はないと思いますので、それはちょっと置いておきます。はい。これは、百条委員会ですから、文書問題をみんなで調査しよう、冷静に。そして、あるべき方向性を見出そう、提言をしようということが問題ですから、個人的な誹謗中傷を受けたことを弁明する会ではありません。ですから、それがしたいんであれば、後日、維新の会として記者会見なさったらどうですか。ここでは控えていただきたい。以上です。はい、それでは、そのようにしていただきたいと思います。はい。